そしてですね、いろんな人といろんな話をしたり、例えば、同性パートナーの法的保障に関するシンポジウムを4都市5カ所で開催をしました。その中でいろんな人と会話をしていて、そしていろんな人の体験を聞いて、まずやはり痛切に感じることは、今の日本には、同性パートナーに対しての法的保障というのが全く何もないと。つまり同性同士で共に暮らすということは、ただ友達同士で共に暮らすということでしかない。具体的に言うと、どういうことに困っていくのかと言いますと、例えば住宅に入居する際とかにですね、自分たちが同性パートナーであるということを言えないがゆえに、家族向けの物件になかなか入れない。男2人同士では部屋を汚すだろうから貸さないとかですね、まず衣食住の住のところで困ることがあります。またですね、最も深刻な問題としては、お互い万が一の時にどうなるのかという大きな不安があります。例えばパートナーが入院をしてしまって、例えば重病で面会謝絶の状態になった、家族以外の面会が求められない、ダメだと言われた時に、同性パートナーは果たして家族として認められるのかどうか、自分の一番大事な人が、病気のところで一番大変な時に会っている時に、自分はその症状を知り得るのか、今後の診断や医療のことについて自分の意見が言えるのかという、不安があります。そして万が一亡くなってしまった場合にですね、相続の権利などが何もありません。また、これは別に法律で規定されておりませんけれども、お葬式などで、自分がどこにいるのかということについて、まだ日本の社会では同性パートナーが家族の、一員として認められてないがゆえに、そういう時にですね、もしかしたら友人としてしか別れられないかもしれません。もしかしたら相手の家族から自分のパートナーが亡くなったことを教えてもらえなければ、それすらわからないというような状況があります。そしてその後に、例えば共に住んでいた家が相手名義で契約をしているのであれば、相続はできませんから、すぐに家を出ていかなくてはいけません。2人で築いた財産も、自分が財産相続することはできません。もちろん生命保険の受け取りというのもなかなか厳しいものがありますといったようにですね、今私たちが日本の社会で当たり前に暮らしていこうと思った時に、どうしても社会と政治の壁が待っているわけです。それを私はどうにかしたい。そのために、今やっと諸外国では同性パートナーの法的保障というものは、ヨーロッパ、カナダ、さまざまなところでできていますけど、日本ではまだこれは政治課題にすらなっていません。どうやったら政治課題にしていけるのか。それはやはり誰かが見える存在になって、自分たちが本当に必要なことを訴えていくことだと思っています。特に同性愛者というのは見えません。私が今でもそうですけども、同性愛者だと言わない限り見えないわけです。実は同性愛者は世の中に数パーセントから 10% いると言われています。しかし今私たちは差別や偏見を恐れて、本当の自分というものを隠し続けて生きているわけです。その日本の社会を変えていくために、見える存在になれる人から見える存在になって声を上げていくことがとても大事だと思っています。そして今回の私のチャレンジというのは、マイノリティ、セクシャルマイノリティだけのものではないと思います。今の日本社会というもの、どうしても一つの価値観だけを良しとして、そして他の多様な生き方を否定する、一つの正しい答えを求めるというような傾向があります。違いを排除する傾向があると思うんですね。それで多くの人たちが生きにくい思いをしています。これからの日本社会に必要なのは、多様な生き方をそれぞれが認め合っていく、そんな多様性のある社会、そしてそれを認め合う寛容さのある社会だと思っています。セクシャルマイノリティのシンボルは、今日ここの後ろにもすごい虹々しくなっておりますが、6色の虹なんです。
これはもともとアメリカで発明されました。世界各国でセクシャルマイノリティの解放のシンボルとして6色の虹が使われております。6色の虹の表す意味は性の多様性です。そしてそれはどういうことかというと、虹というのは一つの色だけで虹ができるわけではありません。また構成している全ての色が混ざって一色になるわけでもありません。いろいろな色があるけれども、それがグラデーションを描きながら一つの虹を作る、これこそが多様性を認め合う、もしそしてそれをもっと一歩進めて、この違いこそが私たちの社会の豊かさだと言える、それがこの虹の、旗に込められた思いです。私は今回の、参議院チャレンジ、この虹の旗を持って多様性を認め合う、そして誰もが自分らしく生きられる、そんな社会を作る第一歩にしていきたいというふうに考えております。ですので例えば、シングルマザーの方であったりとか、例えば今でも若い人なんかだったらニートの問題があります。私もまだ若い世代として、自分たちの世代が抱えている問題というものを考えていきたいですし、もちろん障害の問題もそうです。今日は私はレッドリボンをつけてまいりましたけれども、 HIV の問題についても積極的に取り組んでいきたいと思っております。本当に、同性愛者がこの国政の場にチャレンジするまでに本当に長い時間がかかりました。最初に、同性愛者が国政にチャレンジしたのは1971年でしたから、そこから約71.2007だと36年かかりました。今でも、多くの仲間たちがまだまだ、孤独と自己否定に苦しんでいます。特に、10代の、若い人たちというのは、今日本の教育の中で正確な情報というのがありませんから、自分が同性愛者だって気がついた時にですね、自分一人が変なんじゃないかっていうことを考えるわけですね。自分が変なんじゃないかっていうこと、じゃあ自分は生きてていいんだろうかっていうことを考える人が多いんです。これは調査でも出てまして、6割の10代の人がゲイ・バイセクシャル男性が自殺未遂を考えたことがあります。15% が実際に自殺未遂をしたというふうに調査結果で答えています。そういう今自分が生きてていいんやろかって思っている、そんな多くの仲間に一人じゃないんだ、恐れなくていいんだ、そして自分らしく生きていっていいんだ、そういう希望のメッセージを伝えたいと思います。そしてその希望はセクシャルマイノリティだけではなく、多くの今この格差社会の中で、競争社会の中で生きにくいと思っている人たちに、いやそれでも政治は変わっていくし社会も変えることができる、そんな希望のメッセージに変えていきたいと思っております。私からの、決意表明は、大体以上にして、じゃあ次福島さん、はい、今日からお願いしたいと思います。皆さんこんにちは。